かけ孝太郎は、日本の教育者。加計幸太郎とも表記される。学校法人加計学園理事長、総長、日本私立大学協会理事。学校法人加計学園の理事長、及び総長を務めている。また、広島加計学園の学園長や、フィンドレー大学の理事も兼任している。その他、日本私立大学協会の理事。 岡山県国際交流協会の理事、岡山県共同文化財団の理事、岡山県日中教育交流協議会の参与など、教育、文化関連の各団体にて役職を務めている。さらに、特定非営利活動法人、日本、ミャンマー医療人育成支援協会では顧問を務め、岡山北ゴルフクラブでは理事を務める。公益財団法人、マルセンスポーツ、 文化振興財団理事。教科書改善の解散同社。広島県出身。立教大学文学部卒業。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校に語学留学。語学留学中にアメリカで安倍晋三と知り合い以来交友がある。2001年、父親の後を継いでかけ学園理事長に就任。拡大路線を展開し、 西日本有数の学校法人グループを築き上げていった。2017年3月、岡山理科大学獣医学部新設をめぐる一連の疑惑が持ち上がり、学園理事長として注目され始めた。2018年5月21日、福神の友と言われる内閣総理大臣、安倍晋三と2015年2月25日に面会したことなどを記録した愛媛県職員作成の 文書が参議院に提出され、安倍による国会答弁との矛盾が問題となった。同年6月19日、初めて公の場に現れ25分間の記者会見に臨み、安倍との面会について、記憶にもないし、記録にもなかったと否定するとともに、愛媛県などに誤った情報を伝えたとして、部下の処分と自身の月給の 10%1 年間自主返納を表明した。 ありがとうございます。